うわ逆走やめて、怖い、逆走怖い、怖い、マジで逆走怖いっすよ。あー、赤になっちゃった。うわー、お母さんですけど、まともにこっち私の正面から自転車来まして、もうし私自転車守るためにも止まりました。めっちゃ怖かったっすよ。真正面からね来るんですもん。いやー怖かった。あの自転車の方ね、今逆走すると赤切符警察からもらうことになりますよ。赤切符、自転車って軽車両で車両なんですよ。まあ、車バイクとカテゴリー的には変わらないです。だから赤切符もらった瞬間にこれ裁判受けることになるんですね。本当にね、犯罪者ですよ。前科つきます。つまり自転車で逆走すると前科者になるということです。ほんでね、これそもそもそんなこと関係なく普通に事故してね、もう本当大変なことになっちゃうよ体が。まあ、そんな心配になる逆走自転車でした。まあね、人が多い場所名古屋なんですけど、もう少し徹底してルール守っていただきたいです。まあ、車もバイクも危ない運転あるし、自転車も今のような逆走、もう1日に、まあ、4、5件少なくとも 4、5件見ま…あ、こういう…あ、危ない、自転車の方気をつけて。マジで危なかったよ今の自転車。もうこんなんですよ。もう自転車の方マジで気をつけてください。あの任意保、自転車の方任意保険入った方がいいですよ。はい、自転車の方本当に気をつけて、どうかご安全に。